どうも激辛ジョリーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぜ。やってきました、久しぶりのピン撮影ですよ。あ、ワクワク。ということで今日はですね、大久保に来てます。はい、大久保といったら韓国の激辛料理店が軒を連ねてるんでね。ですけど今日なんと行くとこは、あ、ベトナム料理と、ベトナム料理アンエムさんに来てます。ということでね、どうやらね、話を聞くとね、このね、ブンボーフェっていうベトナム麺みたいのがあるんでね、早速今日はそれを食したいなと思います。じゃあ行きましょう、レッツゴー。あ、ベトナム、ベトナム、ベトナムと、ジョニーがベトナムに降臨するぞ。はい、早速やってきたんですよ、アンエイムさんですね。もういかにもベトナム本場の料理のような感じの雰囲気が出てますけど、ブンボーフェですね、この今日こちらがターゲットになってます。で、写真で見る限り結構赤いんですよね。これは期待できそうだ、辛さも、うまさもベトナム一ということなのかな、わかんないですけどね。今日もね、汗をかいてビションコーにしてね、ぶっ飛んでいきましょう。じゃあ早速頼んでいきましょうか。すいません、はい、文房麺、これ結構辛いですか、文房麺。辛いです。辛い、はい、本当にこれ唐辛子が入ってる。唐辛子、はい、結構食べれないってことありますか。はい、います。います。そこそこ、よーし、頑張っちゃう。米粉を使ってるらしいですね。ベトナムの中部都市フェ名物の米粉の麺とエビ、牛肉、レモングラスエビと、ほら、よりどり緑の具沢山ですよ。来ました、来ました。どうぞ。うわ、こちらが文房フェ、文房へ、そう、文房へ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 さん来ました。おー、これは辛そう、なんかスパイスが効いてますね。ハーブとか入ってるんですかね。すごい彩り、緑、鮮やか、なんか野菜ラーメンみたいな、めっちゃうまそう。これ見てください、こう画面越しでもこの鮮やかさ、やべ、よだれ出てきちゃった。いただきます。じゃあ行きましょうか、文房フェさん、お手並み拝見ということで、うまそうだな、これスープからいってみましょう。いただきます。オン。あ、これあれだね、唐辛子以上になんかスパイスみたいなハーブ系のしびれがきついですね、これ。おー、カレーカレー、この唐辛子がやばい。よし、ちょっと麺もいきます。いただきます。うん、レタス、もやしに唐辛子、ネギ、牛肉、これなんだろう、これなんですか、これ、これ何、これ、豚肉、はい、おー、豚肉だそうです、これ、豚肉、うーん、豚肉のはんぺんみたいな、これうまいな。でもヘルシー、豚肉だけど、野菜も取れて、ね、辛さで汗もかいて、激辛健康食ですよこれ。でこれ麺も米粉ですからね、普通の、小麦粉じゃなくて米粉ですから、ちょっと麺とは違った、若干食べるとね、米の風味がするんですよこれ。ヘルシー、美味しい、はい、うん、わかる、やばいやばいやばい、取れてなかった、またやっちまった、はあ、やっちまった、めっちゃいい場面だったのに。冒頭は GoPro でお楽しみください。それにしてももうね、開始5分ですけど、もうね、頭は汗がもうやばい。東南アジア独特のスパイスがまあよく効いてますわ。うん、これ牛肉ですかこれ、うん、うん、ここで一発いっときましたが、ここで来ました、塩きたい、どんどん今日も頭のてっぺんまで塩かいてる、ビチョンコ。もうおでことかもう頭の上もここまでてっぺんまで汗かいてますよ。
これこそが体の芯から温まるっていうのはこういうことを言うんですね。ベトナムの辛い調味料らしいんで、ちょっとこれを激辛カスタム、ね、刺激のちょっと辛みが足りない方はこれをねチョイスしてもいいかもしれない。でも十分足さなくても辛い。結構何喋ってるか分かんないけど、あいつ髪型やべえなとか言われてんのかな。どうなんだろうな。うん、お肉がジューシー、あっさりしててうまいな。だいぶ具材が減ってきたんじゃないですか、この米粉も。麺はやっぱりね、米粉使ってる分ね、普通の麺よりもちもちしてますね。もうなんかお口の中で餅つき大会が始まってますよ。わあ、餅、それぐらいもちもちしてる。スープやばい、スープやばい。大概こういうスープのあるメニューってやっぱね、なんだかんだ一番やっぱスープが一番きついんですよ。高知で負けを喫した激辛所に、ここでまた負けを喫してはいけない。このスープを飲み干してここにまた名を刻みたいと思います。俺は男だ。よし、辛い、結構辛い。ありがとう。めっちゃ笑われてる。おい、ちょっと笑いすぎで、笑いすぎだよ。残り、いや、いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。完食しました。オッケー、美味しいです。はい、いかがですか。よかった。ベトナム料理のアンエムさんのブンボーフェ、野菜に唐辛子とかレタス、ハーブ、なんかベトナム独特のハーブとか牛肉とか豚肉のなんかはんぺんみたいなのが入っててね、非常により緑でね、これスープこの一杯だけでね、なんか1日の野菜分の3分の1ぐらい取れるんじゃないかっていうぐらいヘルシーでした。とにかくヘルシー、まあ辛かったですけど、スープがその分あっさりして、ああ非常に飲みやすく美味しくいただけたかなと思います。じゃあそれでは辛さの判定をしていきましょう。ブンボーフェさん、辛さレベル、じゃーじゃん、辛さレベル7です。レベル7です、おめでとうございます。東南アジア独特のスパイスが効いててね、しびれが結構きましたけれども、まあ今回も激化しました。もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますんでフォローお願いします。いやー健康食だからね、髪の毛もその分伸びてたのかな。伸びないか。チャンネル登録